こんにちは。動画撮っていこうと思います。やべ、音。もう毎回忘れてすいませんね、本当に。あれ？よし、いける。じゃあ、やっていきましょうか。何を弾いたのかなっていうことは置いといて。行きましょうか。なんか前ルーンをね、ちょっといいルーンゲットしたせいでショップを回すことが、まあ、ちょっと自分の中で結構今ちょっとなんて言うんだろう、ハマってるっていうか、結構ねやっちゃってて、今2000個あったクリスタルが1532個になってるんですけど、これ全部ショップに回して、ショップでね出たルーンが全然ない。500個ドブに捨てたような感じでしたね。いやー、やりすぎっていうのも良くないのかな、多分。まあ、今回もどこ買っても多分勝ち確になるんで、好きなところ行こうかなと思ってるんですけど、そんなに強そうじゃないギルドなんかなって言って負けたら恥ずかしいから、ちょっとやめときますね。じゃあ今回はまあ、勝ち確になったね。よし、じゃあ、攻めたいところ行きますよ。どこ行こうかな。闇キュービーね、なんか嫌な、あれがあるな。トラムあるな。リベンジするか。ね、時さらと、こいつで、こいつ、4回ぐらい落ちたのに、ね、その後暴走されまくって、負けちゃったんで、2戦目足止めのパーティーか。ああ、ベラード早いんだろうな、多分。っていうことで、後手に回っていいベラジオを置きつつ、上の方はね、アースドリルかな。これで、行きたいと思います。これと、下はまあ、これでいいか。ああ、やっていこうと思います。よしよし。まあ相手が縦割り水風だけで、その動き方やばいぞお前。おいおいおい。まあでもトリプルスマッシュ、メガスマッシュの順番が逆で良かったですね、これは。そこはちょっとまあ良かったかな。どうしようかな。ベラでも死ぬな、多分。水引きましょうか。水風スタンス、いいね。いいね、いいね。そっかそっか、回復使ってくるんだね。おいおいおい。えぐいね。どうしたらいいんだろう。こいつ、スタン取れるかな？取れないか。ミス、つかないね。縦割っとこう。あー、ベラーデが死んじゃったよ。一戦目から。やらかしちゃったよ、これ。いい、早っ。嘘でしょ。頼む、もう回復いないんだからさ、こっちは。もう全力でエシールを潰す。あー、体力高いな。ダメか。回復いねえもんな。負けるわ、普通に。コナミアのスタンがうざい。オリビア来ないからね、集中的にこいつ来るんですよね。コナミアから行こっかな。コナミアから行こう。あー、こっち来た。ダメだよ。それダメダメダメ。ダメだって。どうしよっかな。ゲージ下げといて。早いね、動くの君。あ、カホついてんじゃん。すごいな。マジか。くそくそくそ。一戦目から負けちゃいましたね。アースドリルが死にそうになったところでやめよっかな。いや、落としとこう。こういうギリギリの戦いで負けたくないよ。スタン、いいね。ミス。いいね。ゲージ減少。
からの、ミス、やり負けで、ミス、ミス、やり負けで。これはね、あ、剥がされてんのかー、ダメかー、終わったな、積んだくせスタン、スタン、マジかよ、おい。ゲージ減少、防御バフ、スタン。うっそ、勝てた。強っ。アーストリー先輩、マジパネっすね。やっば、あっこから勝てるとは全然思ってなかった。すげえ。もうさすがとしか言いようがないな、あれは。まさかのね、回復がない状態で勝てるっていうね。いやー、さすがだわ。安定すぎて。あと、今ちょっとカタリーナの育成始めてて、昨日から始めたんですけど、一応、星3の、なんて言うんだ。みかんだったっけ、ふかんだったっけ。バレッタとかの星3は全部ミチで集めました。光闇以外ね。全部、まあ、そのミチ回して、そのためだけにマナが確か、何歩か飛んでいったんだろうな。30万、40万ぐらい飛んでいったのか。まあ、スパスパ来るときは来たんすけど、まあ、後ら辺からはもう あとこいつだけなのにっていうところで、残り20万ぐらい使ってましたね。次どこ行こっかな。こいつ結構嫌いなんだよな。火力あるし、シールド貼るから、嫌いなんですよね。どうしよっかな。こういうのね。カタリーナとクロエで、僕も防衛を置きたいんですよ。危ねえ、危ねえ。今こんな感じになってるんですけど、2戦目の方ね、ちょっとアースドリル落とされたら終わるんで、ここを、本当はガレオン、クロエ、カタリーナってして、最初は守って、略奪打ってから、ソウルスイーパー、ワンパンして、無敵もらって2体のターゲットに放出っていうのをやりたいんですけど、いやーね、なかなかちょっとうまくいかないんですよね。こいつ剥がしちゃったんだよな、確か。ガレオンいないんで、僕。相手を防衛して全ての強化効果を奪い、スキル再使用時間を延長と。風邪目に来るんだよな、回復が延長されるの怖いんですよね。抵抗上げてえな、風姫。抵抗上げてないんすよ、僕。どうしよう。2戦目もこのままでいっかな。いやー、どうしよう。あとね、びっくりしたのが、ちょっとすいません、ちょっと後で考えるんですけど、ベス、こいつデビモン突っ込んでるんですけど、ほら。スキル1スキルマ、スキル2スキルマ、スキル3だけ1個も上がってないっていうね。さすがにねえよ、もうそれ。火力がどんなもんか見たいのにさ。ということで、今決めました。ベス入れてきます。ベスとこいつとクロエとかもこんな感じでいっかな。奪いか、こいつ。すべての強化を奪いか。なるほどね。奪いか。っていうことは無敵つくんですね。どうしよう。どうしようかな。こんな感じにしますか。これ、これ、これ、みたいな。バフを奪わせない。で、どういう順番に動くんだろうね。ベルデ、ザイロス、ベルデが、ちょっと速度があれなんですけど、一応迅速反撃で組んでますね。こんな感じのベルデです。ベルデ、取れんのかな上。上取れんのかなこれ。水早かったらちょっと事故るんだけど、金2か。金2ならそこまで早くないのかな。いいや。上、どうせならアースドリルで行こう。水イフの攻めはね、なんつうか、ちょっと、あれだよね。なんて言うんだろう。
その勝てて当たり前みたいなやつが、ちょっと自分の中であるんで。だってそうでしょ？水イフの対策できる防衛なんかありますか？これ。いやまあ、ランカーさんとかになったら、ね、あるんでしょうけど、僕はわかりません、ちょっと。水イフの防衛するのって、だってコッパーの水、コッパーの防衛するよりかも難しいんじゃないですか、あれ。だって、属性相無視ってね、水イフに対抗できるのは水イフだけっすよ、本当に。革新的だわ。はい。オートリいっかな。ボディーブレス。いやー。あと、アースドリルのルーン叩いたって言ってて、ちょっと前回だったかな？動画上げてないのかな？ 動画上げてなかったかもしれません。すいません。アースドリルのルーンちょっと叩きました。6番15にしたのと3番の数値のところを、まあ、ちょっと強化して14にしたのかな。で、防御が若干ちょっと高くなってます。なんでね、結構防御力上げたら火力って変わるもんで、プレッシャースマッシュがバフデバフ込みで7300、7300、7300って6発ぐらい出るようになりましたね。あとは、上取れました。上取れましたよ。割り込まれんのかな、水湯に。セクメと、いいな、セクメと強いっすよね、これ、ちょっと。欲しいわ。延長しろ。はい、延長しました。あら。危ないねー。回復いないんで、ちょっと速攻で蹴りつけたいんですけど。あら、火力ですか？ちょっと可愛い子さんは。すいません、ちょっとなんか いつもと動画の雰囲気が違うと思ったらね。なんか、まあ、ご了承ください。あー、ザイラ死んじゃったよ。マジか。これ風姫一体落とせねえよ、これ。だって、だってクリ出さねえもん。おい。これ勝てねえよ。クリ出せ、クリ出せ、クリ出せよ、出せ出せ、頑張れよ、もう。これ無理だね。ちょっとナメプできちゃったわ。回復いないのが。無理だね。クリ。お、持続でいけるか。お、いけいけいけ。いけた。何なんだよ、この戦い、本当に。次は、どこ行こっかな。勝ち確になってるから、面白そうなところあったら叩きますか。ちょっと余裕ぶっこいちゃうんですけど。どうしよっかな。ザイロス死んだんで、まあ、風邪悪は挑みませんよ。いきますか、ここ。多分、2戦目のやつが星5で油断させときつつ、あれなんすかね。強いみたいな。そんな感じなのかな。あ、もう星5入ってるところ行きたくないからな。ここ行くか。ここ行きます。いいよな。ほんと羨ましいわ。ここはね、さすがに水使っていけますよ。1戦目の方は火力ぶりにした皮膚をね、火力にしました。と、ここを反撃にしたいんですけど、クリ率が19%ついてるのがちょっと外しづらくてね。皮膚。と、どうしよっかな。コナミや、コナミや、どうしよう。いや、アスドリルでいいかな、もう。いやー、ちょっと、皮膚使いたいわ。皮膚使いたいんで、回復誰にしよっかな。つっても、いないんすけどね。風姫とクロエしか。風姫とクロエしかいないんだよな。いや、いけねえわ、これ、普通に。普通にいけねえ、これ。いや。
負けてもいいんで。ん、これでいいかな。じゃあ行きたいと思います。もうそんな3戦連続でね、アースドリルと水イフだけの攻めとかもう、さすがにね、ちょっと、あー、速度順が、コナミは先に動いちゃうのか。マジかよ。僕の予想ではね、これやってからリモーションっていう流れがあったんですけど。はい、リモ。おー、暴走。スタン取っとくか。取れねえか。スタン取っとこう。取れねえんだ。あー、クリ出さねえ。マジかよ。まあ、仕方ねえか。クリ出さないのは。ねえ、これは、スタン取りたいよ。スタン取りたいよ。ちょっとね、ナメプするにもいい加減にしろっていう感じなんですけど、まあ、ちょっと。ね。あー、縦割りがいった。やばい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 。それはやばい。落とせ落とせ。おお。あー、でも蘇生くんのか。蘇生くんのだるいな。っていうことで、どうしよう。持続で死ぬか。いや、重速来るか。蘇生来て。コナミは暴走しろ。コナミは暴走しろ。暴走しろ。あー、ダメか。どうしよっかな。あー、微妙。あー、黒いもう一周するだろう。ラッキー動く前に。っていう淡い期待を込めつつ、あー、ダメだった。マジかー。死ぬ。死ぬる、死ぬる。おほほ。いいね。お互いにクリが出ないっていう戦いっすね、これは。どっちが先にクリを出すかっていう戦いになってきてますね。いいよな、めんどくさいな。重速、リモーション、ドカーン。ダメだ。ダメだ。いいよな、アタッカーなんだからさ。負けちゃうわ。いやー、どうしよっかな。猿行こっか。わー、落とされたー。グダグダじゃねえかよ。まあ、2戦目、もう2戦目だって、あれでしょー。いやー、1戦目勝ちたかったよ。すいませんでした。ナメプしてすいませんでした。ごめんなさい。多分この動画めちゃめちゃ低評価多いと思う。まあそんな見てもらってる人の人数も少ないからね。あー、ダメだったー。ギルちゃんところにな、引き分けって出んのが嫌なんだよな。もうアズドリ使っときゃよかった。まあいいさ。ちょっとベス試したかったんだ、僕は。あれ、ベス入れてたっけ？ベス入れてねえや。なんつう回だよ。とりあえず、これの、ちょっとデビルモンは、気に食わない。だって、タワーの報酬と、まあ、週明けのやつと、2匹食わせて、どっちか行くだろうって思ったら全部こっちに行ったからね。ありえねえわ。あと、未だに、アースドリルがね、スキルマじゃないんすよ、これ。スキルマしたらもっと軽く出んのかな。あと、ここを叩いたのと、ここを叩いたので、防御力が1000近く触れましたね。1000、計算苦手だ。1600、2、いや、30、1635?5? じゃねえわ。1635だね。あ、5だ。すいません。1635。そっか。こんな感じですね。あと今、カタリーナの育成しようとして、まあ、ここら辺にゴロゴロいるやつですね。あともう、ガレオンが出なさすぎて、水書でバチったんすよ、今週のやつ。バチったんすけど、水のファントムシーフでしたね。
この際こいつでもいいかとかちょっと妥協を踏んじゃおうとしてます。なかなか見るにこいつも結構強そうなんですけどね。すべての敵を攻撃して攻撃ゲージを50%ずつ減少させ、ターンの間防御力を弱らせるっていう。ゲージ50%下げあったんですね。ゲージ50%下げあったのと、ガレオンと違うのは防御っていうか縦割りが確定発動っていうやつですかね。ガレオン確か75%ですね。スキルマはちょっとどうだったか知らないけど。スキルマで100%になるのかな。で、これ捕獲が僕が始めた当初、3匹に、あ、3匹にじゃねえわ。3回とも1匹にダンダンダンって言ってたんですけど、これがランダムでバンバンバンっていくようになって、それぞれが80%の確率で速度減少ってことなんで、これゲージ下げたり減少させたり、で、スタン取ったりって結構タワーとかでも使えそうなのかなっていうイメージなんですけど、あーまあ、カタリーナかな、今は。一応ここに風のエンジェルモンとか、ずらずらずらといるんで、こいつらをね、調合した瞬間食わせようと思います。あと今、覚醒用の聖戦も取ってるんで。はい。まあいいや。じゃあ、今回の動画終わります。ご視聴ありがとうございました。